はい、皆さんこんにちは。チャンネル登録者数1000人を目指すテリオン TV へようこそいらっしゃいませ。ということで続きやっていきましょう。シャドウ・オブ・ザ・トゥームレイダー、ララ様の危険な旅ということで、なぜか洞窟にワシのような生き物が今飛んでおりましたが、今回はですねストーリーを進めていこうと思います。ということでですね、ウニュラトのね息子を助けに行きましょう。ほい。で、場所はですねもっと右の方なんですよね。素材等はねちょっと集めていきましょうかね。でですね、オクトパストラベラーというゲームがありまして、私のこの名前ですね、テリオンという名前がですね、そのオクトパストラベラーからいただいてるんですが、名前をね、まあ、それの新しいのが出まして、それもね実況させていただいておりますので、よかったらご視聴なさってください。場所はこっちだね。あ、こんなところに位置が、あ、え、この人何、移動販売してくれんの？この人追放者だよね。すごいな。移動で販売してくれるんだ。ちょっとありがたいね。まあいいよ。今はいらないから。よーし、そしたら行きましょうかね。ジョナ、あ、これ何？もうすぐ岩塩坑の入り口よ。うちは山の端にあると言ってる。反乱者を送ったそうだ。ありがとう。ここなんか採掘ができるっぽいな。あ、違うか、こうか、捕まるのか。よーし、では山の端に行くといいということですが、まあこの辺りですよね。あれ読めるようになったのかな。よいしょ。何が書いてあるかわからないわ。あ、まだわかんないか。ちょっとね、シャドウ・オブ・ザ・トゥームレイダーも久しぶりにやるので、またねいろいろ思い出しながらやっていかないとね。よし、ここあれ、ここ前進めなかったとこだよね。あ、なるほど、進めるようになったのか。はい、内部要塞を見つけようということで。さあ、着きましたが、山の神殿。まあ、ここに入るための鍵は、ララ様前回見つけたのでね。さあ、ここで、ゆっくり降りていきましょうか。神殿にね。よいしょ。慎重に行かなきゃ。さあ、この辺のアイテムは持てないと。よいしょ、これも持てない。さあ、何やら取り出しておりますが、武器か、銃。さあ、銃をセットして、だが私は弓なんですよね、持ってるのは。でね、トゥームレイダーのね映画をねちらっとね久しぶりに見たんですけど、ですね、あの人、アンジェリーナ・ジョリーがやってる方のトゥームレイダーですけど、いやー、アクションがすごくてですね、いや、もう、リアルララ・クロフトって感じでしたね。すごい、よくあそこまでやったなっていうぐらいの、バイクのアクションとか本当にすごくて、あの映画はね、アクション本当すごいですよね。さあ、ここは、まあ、向こう岸ですよね、捕まっていきましょうか。太陽の死が近いと。どこにいるんだろうね、その喋ってる人ね。入ったわ。ウヌラトはハカンと出て行った。君が門を開ける頃には戻るはずだ。ハカンと一緒に出て行ったか。ハカンはね裏切りそうだからね、怖いよ。よーし、ということで5スキルポイント利用可能か。だいぶスキルポイント溜まってんな。リカーブ棒はあと1個アップグレードできるか。あ、もう全部いっちゃったか、リカーブ棒ね。じゃあもういっか。ハンドガン、サイレントスティング、これね、これがめちゃくちゃ上がるんですが、アップグレードができないので、ライフルね。まあ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 、じゃあこのハンドガンを地味に鍛えていきますか。じゃあライフリングバレル。バレルにライフリングを施し、よりスムーズで正確な射撃とダメージの増加を実現させましょう。で、こっちはカウンターウェイト。銃口を重くし、発射時の安定性を高め、反動を軽減させましょう。どんどん工作していきますよ。あっと、これで精度がめっちゃ上がるぞ。握りを改善した皮巻きのグリップ。
反動の抑制力も向上させます。やばい発射レート、撃鉄を軽量化して弾詰まりを少なくし発射レートを向上させます。ちょっとじゃあこれも向上させます。おい、改良型イジェクター、じゃあこれも向上させよっか。やばいね、めちゃくちゃ向上できるんだけど。リロード速度も上昇して、武器最強じゃないこれめっちゃ強くなった武器、どうしよう。 AB45、 スキルもいつの間にか5ポイントあるんで、どうしようね。あ、持ってないのかこれ。あ、敵の頭部に狙いを定めると視覚的な補助が表示されるようにしましょうか。じゃあ、ボックス、じゃあピューマブレイズとジャガーフューリー取ります。本当はちょっとこれも欲しかったんですが、より良い条件ね。一応戦闘系のスキルは上げておきました。よーし、いきますか。さてと、まあ、ウヌラトゥーのことをね、ハカンは絶対裏切るからね。あれはね、あれも教団側の人間ですよ。さて、こっちの方に道がありそうですね。ほっ、まあ、武器はね、銃も、弓もめっちゃ強くなったんで、まあ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 、今熱に銃を使うまでもないんだって。巻いてもいただいちゃいまーす弓矢も回収できちゃうね。ここはなんだ、ただ橋が崩れてるだけか。じゃあ進んじゃいましょうか。こっちのはず。神殿の中に入ってね、箱をねゲットしないといけないんでね。まずはこの上は？よし、じゃあ行こうか。何？陶器の壺を投げて敵の鎧をスモークグレネードの工作に使用します。よし、いや弓矢で十分倒せますね、ここの敵ね。まあ実際弓矢結構強いからね。ですね、うわ、また生贄さんがこのククルカン教団の方々を倒しつつ、この奥が道になりますかね。踏み込みつき引く、もっと早く踏み込みつき引く、よし。何をやってるんでしょうか。多分訓練してんでしょうね。ここで間違いないよね。ここに少年が捕らえられてるのか。これも無理か。パーセプションハープっていうのね、まだ一回も使ったことないですよね。これを使うといろんな知覚が。あの門を開ければいいのね。ほっ、ほっ、気づいてないか。ほっ、おっ、さあ来なさい。無理か。さあ、門を開けと。おっ、やばい、気づかれた。ぬんぬん、くそ、お、まずい、こいつ強いぞ。ふん、くそ、防御力は上がってないんでね。よし、おお、くそ、ほっ、くそ、あー、ラハラー。はい、あの門を開ければ。ということでね、ここはね、ここはちょっとね、ナメプはダメですね。ここはやっぱね、作ったこの銃を使うしかない。ドン、ドン、
ほん、まずい。誰だ、すごい精度の高い攻撃を仕掛けてくるやつがいるな。くそ、ふん。さあ武器、弾が34発か。攻撃力は高いんですが、うん、ふう。ここか、お前らか。毒矢を使う、うん、ふう。まずい。さあ弓矢に変えて、くそ、ククルカン、ククルカンって、お前。よいしょ。はあ、強っ。何、まだいたか。よいしょ。うん、あら、だが弓矢勝負は私の勝ちだ。はあ、強っ。過去最大にいっぱい出てきましたね、今回敵がね。門を開ける装置はあの壁の上にありそう、うん、あの壁、どの壁だ。いやまあ、ここは本当はステルスで全部やった方が良かったんでしょうが、まあ、気づかれちゃったらね、全員来ちゃうっていうね。銃弾とか落ちてない。ここだよ、ここ。よいしょ。わあ、なんかミイラみたいなのがいっぱいあるな。ククルカンに捧げる生贄さんでしょうね。これは、あ、これは使えないと。資源、資源。この上なんかあるね。なんか手に持ってるぞ。これ一体なんだ。投げるアイテムだろうね、これね。あ、スモークか。スモークも使っていかなきゃね。今の危なかったね、本当にね。1回失敗して2回目もね、ほんと失敗する勢いでしたよ。さあ、よくわからないキノコを大量にゲットしつつ、なんだこれ、また瞳悟空みたいなね、僧侶みたいな人がいますが、道は、さあ、ララ様、いきますよ。ここを開けるためにここに登れってことか。うん、ちょっと待って、ララ。いきますよ。ほい。さあ、ララ様、上に登りました。もう一段上に登って。さあ、何やら、また怪しげな神殿が見えておりますが。ここを回すと門が開く。これでウヌラトゥたちが入れるようになったのかな。あ、来たね、ウヌラトゥ。さあ、ララ様、先に行っちゃうか。うん、ララ様、敵に間違えられて撃たれないように気をつけないとね。おっと、ここがそれか、蛇のシンボルを突っ込む入り口か。ウヌラトゥたちはあの息子を探しに行ってんのかな今。ララ様は先に進んで箱を手に入れると。あ、息子助かったぞ、よかったね。本当にショック。何、ガランピル。よーし、ウヌラトゥ、任したぞ、あとは。おい、ウヌラトゥ。母さん、宇宙、息子を頼む。ちょっと待ってくれよ。おいおいおい。さあ、手を差し伸べたのはやはりララ様。ノーって行けってこと？ゴーゴーって言ったのかな。ウヌラトゥ、もう無理じゃん。マジかよ、女王様が。助け出せたけど、代わりにウヌラトが捕まったわ。そんな、君は無事か。ええ、箱を探しに行くわ。時間がかかるかも。幸運を祈るよ。ありがとう。ウヌラト捕まっただけだったらいいけどね、処刑されてたらすごいショックなんだけどね。
まあ多分交換条件とかされるんだろうな。ウヌラと助けたかったらさ、その箱を渡せよってドミンゲスに言われるんじゃないの。蛇の目、これおお、すげえ。あ、またスキルポイントがアップしましたね。さてどうやって行くのかな、ここは。おっと、道がわからないぞ今回。ああ、あるね。うん、さあまたこうお得意のね、ラペリングを使っていきましょう。ララ様お得意のラペリングからのからのからの、もうちょっといけないラペリング。あ、もう無理か。じゃあ降りるしかないね。よいしょ。うーん、やっぱそうなるよね。どういうことさあ、蛇の目これだわということで、さっきと同じように、よいしょ、くっついて、多分今度はこっち回りだね。降りるんじゃないんだね。さあ、こう回っていって、で、ジャンプはそっちじゃないぞ、ララ。よいしょ。よし、そっちそっちそっち。よーし。ナイス、ララ。で、回り込んでいきましょうか。ここは下に降りて、で、ラペリングして壁走りだね。ラペリングして、よいしょ。で、壁走りして、またあそこにジャンプして、行くぞ、ララ。ふぬ！ちょい！よーし。で、回り込む。もう下に降りるか回り込むかって結構迷うとこですけど、あっと今度は降りるとこないからラペリングか。いやー、しかし急流ですよ、非常に。足を踏み外したらね、命がなくなりそうな急流。ここに落ちないように気をつけたい。だがあ、グラップルアックスか。ほっ、うん、よーし。これタイミングが大事ですからね。これ失敗すると、まあ、真っ逆さまに落ちていくっていう感じだったんでしょうね。うん、これしかないよね、今。嘘でしょ、ララ様。これでいっちゃう？なんか血が見えるよ、それ。え、飛び降りるってことですよね。もう道ないもんね。もう下行けないし、これ以上。じゃあ行くか、ララ。ほっ、ふぅ、もっと沈むでしょう。これ取る、これ。あ、これ取れないか。今危なかったよ、多分ね。高さ的にも結構ね、衝撃強かったと思うし、もっと沈むから地面にも激突してたでしょ今。だから気をつけないと。さあ、ちょっと明るくなってきましたね。よいしょ。まあ、水中での呼吸がね、結構長持ちするんで、まあ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 助かっておりますよ。さあ、浮上して。よいしょ。さあ、カエルさんがいます。この上かな？さあ、ララ様、奥に行って、鳥も捕まえられるみたいですけど、鳥はね、まあでも羽がないとね、弓は作れないんでね。さあ、ジャングルの奥深くにやってまいりました。神殿は見えるかな。おお、絶景かな、絶景かな。神殿がある。うん、まだ降りなきゃいけないか、セノーテ。だいぶ遠いな、神殿までね。これ一気に神殿まで行ける、もしかして。そこ捕まったら、よいしょ。さあ、神殿への片道旅行になります。よいしょ。あ、ベースキャンプ発見。これいつでも戻れるようになりましたね、キャンプ。ウヌラトが無事でいますように。うん、スキルは2ポイントだね。ドミネスは彼女をどうする気だろう。箱が手に入らない限り生かしておくとは思うけど。まあそうだよね、絶対に。そのだから取引の材料に使われますよね。なあ、じゃあ一生懸命さ、ララ取りに行ってもさ、結局ドミンゲスに利用されるだけなんじゃないの。ほんと骨折り損のくたびれ儲けだよ。だって何もせずしてさ、ドミンゲスさ、剣と箱を手に入れることになるよ。これだとね。誰が作ったんだろう。うん、
確かに誰が作ったんでしょうね。そして誰がこんなにさ挑戦していったんだろうね。シャレ神戸がいっぱいありすぎて怖いんだけど。マヤともインカとも違う。うん、まあ動物はさ、まあその辺にね違いが転がってる可能性はまああったりするのかもしれないですけど、人の場合はねちょっと意図的にやっちゃったのか、病気でお亡くなりになった人の骨を使ってるのか分かりませんが、非常に恐ろしいね場所ですね。怖っ。なんだよここ、セノーテに飛び込め。え、高いけど飛べなくはなさそう。マジっすか。じゃあ皆さん行きますよ。3、2、1、レッツゴー。うん、うん、はは、すごいな。あ、イシティルの銀の箱を見つけよう。うん、確かに想像絶するね。セノーテってさ、なんか聞いたことあるんだけどさ、なんかありましたよね。その、まあ、ここペルーですけど、まあ、中南米あたりにさ、そのセノーテっていうなんか美しい、なんだろう、水がなんかこう、ね、あるような場所みたいな感じで。ちょっと一旦顔出して、ふう、さあここ水の中ずっと行く感じですね。これはもう何百年か経って地下水がねこう浸透してきて水浸しになったんでしょうかね。もともとはね陸地だったんでしょうかね。早く泳ぐ、まあ早く泳がないと きついですよねここね。息持つ、ララ。ポケットあるかな。あったあったあった。さあエアポケットで、ふう、毎回これねエアポケット使うときねふうっていう気分になりますよね。あっと宝があるぞ。お宝発見、騎士の兜。何これ、そんなん持っていったらさ重くてしょうがないんじゃない、ララ。よーし、とりあえず陸地に出て、さあ金貨をゲット。壁画を読む。神殿に運ばれてるのは神聖なもの、イシチェルの葉。うん、今のはちょっと、なんで人がいいんだよ。あ、人じゃなくてあの生物がいるのかな。ずっとさもう出てきてないじゃん一回しか。あの生物がいるんだよきっとね。えアンチャーテッドと一緒だよ。何これ、アンチャーテッドと一緒で、うん、なんか守り神みたいな感じのあの猿みたいな生物がいるんですよ。まあアンチャーテッドの場合はね、あれはね生物じゃなくて。まあまあ、うっ、いるいるいる。どこ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 、え、怖っ。ちょっと潜ろう。今来た道じゃない方向もね道ありましたよね、こっち側ね。こっちは何かあるかな。あ、こっちにも一応道があるか。ラララ様、よいしょ。やっぱあいついるぞねえ。あ、罠がある。まあこれはもちろん切らしていただきますよ。よいしょ。じゃあこっちが正規ルートっぽいから反対のとこはもしかしたらアイテムあるのじゃないか。金銀財宝がこっちでしたよね。でもこっちはねもう影ありましたからね、あの怪物の。繋がってるだけで、多分裏側で繋がってるだけな気がするんですよね。岩の引っかき傷、警告。何？警告？あ、道なしか、こっちは。なんだよ、なんだよ。まあでも、警告っていうぐらいだから、まあこの先ちょっと注意しろよっていうね、合図があるんでしょうね。いや、怖い怖い。さあ、ララ様、必死に泳ぐ。出口に向かって泳いでおりますが、さあここ罠があった場所を
よいしょ。しゃがんで進む。暗いな。ほっ。さあ、準備しておかないとね。いつ出てくるかわかんないよ。何、なんか浮かんでるやついるよ、あいつ。あいつ、なんだ、生贄か。さあ、上ね、ということですが。よいしょ。どうすんだ、こっから。左に行く道あるか？ないな。あ、なるほど。もう一段上に行くのか。で、ちょっと待ってよ、なんかいるのか？あ、これで左に飛ぶのか。よいしょ、壁に捕まってくれ。あー、ちょっと怖いな。ホラー感出てきたよ。はい、ラペリング。あそこに飛べってこと？あ、ラペルスイングしろと。勢いつけたいんですが、方向的には、よいしょ、こっちかな。よいしょ、よし、行くぞ、ララ。ここで壁切りもする。ララ、あぶんね。ギリギリじゃないか。よいしょ。今危なかったね。結構余裕で届くと思って飛んだんですが。あっと、音響の効果が鋭くなってきましたよ。めっちゃホラー、これ。怖いよ、ちょっと。ここを登るか左に行くかだよね。正規ルートはこっちか。ってことはチャレンジトゥームは反対の方だよね、多分ね。こっちかな。まあまあ、チャレンジトゥームやってる場合じゃないよね、実際ね。ここがチャレンジトゥームか。ああ、はいはい、これがチャレンジトゥームか。なるほどね。うん。まあ、こっち行きましょうか。まあまあ、後々ね。後々余裕があったらチャレンジするかもしれないですけど、今はちょっとストーリー進めていきましょうか。まあね、チャレンジトゥーム攻略したらね、スキルがね、身についたりするんですよね。便利なね。でもまだね、使ってないんですよね、そのスキルね。そっちだよね。よいしょ。そう、だからチャレンジトゥームで手にしたやつが、なんかその、なんだったっけな、壁に吊るす系のやつだったと思うんですけど、全然使ってないっていうね。そもそも、ね、アマゾンじゃジャングルで敵に出会わないっていうね。まあ、これからかな、これからいっぱい出てくるのかな。よーし。で、ここ登って、ふん。よーし。だんだんね、アクション的にも、いい感じで進めるようになってきましたね。で、上。よいしょ。で、もう一段上か。よいしょ。ふう、さあ周りを見渡して、ここをまた壁ジャンプして。いや、それにしてもおどろおどろしい場所ですね。ここラペリングか。あ、違う、上だ。ああ、何これ、銃になってるね、装備が。標準装備が。これ、綺麗ってこと？よいしょ。あ、ライフル。これ、トリニティの部隊の人じゃないの？うわ、ハエがたかっておりますが。さてと。どかして、武器を。いただきましょう。こういうのってさ、もう何年もの武器か知らないけど、暴発したりするんじゃないの？あ、ビショップ600。うん。ショットガンゲットしました。ショットガン強いのかな？ 18 発か。まあでも今、信頼の安心のね、安心の鍛えたあの銃にしましょうか。よーし、ベースキャンプ発見しました。鍛えろってことか。
ちょっと見てみましょうか、その銃ね。ショットガン、これか。ビショップ600。5個もアップグレードできるよ。ダメージめちゃくちゃ強いんだけど、これ。ウィスパリングスコージ、これも強いな。うん。まあ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 。普通の銃弾でいきましょうか。これはトリニティの方々の亡骸ですか。あ、ショットガンで壊せる使えと。しょうがないな。使うしかないよね、そしたらね。よいしょ。ほい。今の音でだいぶ気づかれちゃったんじゃないか。あの怖い猿みたいな化け物が来るんじゃないの